はい、皆さんこんにちは。ホーリーエスのホーリーです。おー、左だけ耳が大きくなりました。最近ね、流行りで耳たぶとか耳を引っ張ったりとか回したりして、いろんな症状を改善しますっていうのありますよね。今日は、耳鳴りとか、難聴とかの取る時の注意点を教えます。やっちゃいけないこと、どういうことがやっちゃいけないかというと、こう引っ張るとダメなんですよ。絶対に引っ張ったらダメです。はい。で、よくこうくるくる回すのもあります。こういうふうにくるくる回す、その時も軽く回しましょうって言われますよね。その時少しでも引っ張ると体が歪んだりとか、体のバランス悪くなるです、が悪くなります。はい、右回します、左回します。はい、こうやって、まあ引っ張るやつにしましょう。引っ張ります。そうすると、お、全然回らなくなりますね、首がね。はい、方向性としては耳の穴を大きくする方向だから、これは後ろの方に引っ張るんだったら後ろの方向、それで頭の位置もこう前の方向から、前の方向から後ろに行きますよね。これだけで可動域めちゃくちゃ改善します。後ろに引っ張る、引っ張るときは後ろに引っ張ります。これだけで可動域見ます。全然変わるの分かります？ビフォーアフター変わりますよね。なぜ横に引っ張ったらいけないかというのを解剖学的に説明します。ここの横の部分は側頭骨っていうのがあるんですね。で、通常の頭上骨ね、両方ね、こういうふうに方向でこう固まってるんですけど、側頭骨はどういう関節か、あの側頭骨のつながりね、頭上骨とのつながりというのは輪状方向ってこうペタッと上に、輪状というのは鱗、ペタッとくっついてるんです。で、頭がむくんだりすると頭上骨と輪状、あの側頭骨の間にリンパが溜まってポコーッと膨れて横に広がる可能性が大で、ここ触ると触診するとむくんでるんですよ。だから余計に横に引っ張ると側頭骨が横に、広がってリンパが溜まりやすくなる。だから絶対横には引っ張らないでくださいね。引っ張るんであれば後ろに引っ張ってください。こう軽くする時も横にちょっとでも引っ張ったらダメです。もうほんと後ろばっかり、そう、後ろに回すだけで顔は後ろ方向に行くんで、首この位置で可動域検査ここまでしかいかない。後ろに耳を引っ張ることで、首の位置は後方に行って、スマホネックから普通の方向に行くんで、そこで可動域検査するとこう下で行くとここまで全然違うでしょ。だから後ろの方向で耳の穴も大きくなって、ここ横に引っ張ると頭蓋自体にリンパがたまるんで、めまいとか難聴とかの原因になるんで、絶対横に引っ張らないことだけ気をつけてください。ホーリーエスのホーリーでした。